先週キャバクラ行ったんだよ。キャバクラですよ、キャバクラ。すっごいやらしいですよ。キャバクラ、うわ、もうびっくりする。もう、今あれですよね。みんな俺がこんなキャバクラ行ったっていうことを聞いただけで、ラジオを聞いている健全な青少年たちはもう今、どっ引きですよね。もうこの、あの、エロエロ、キャッチ感ですよね。キャッチ感、キャッチ感状態だと思うんですよ。いや、ほんとキャバクラってとか噂には聞いてたけど、何していいかわかんねえ。あのね、いや、初めてじゃないと思うんだよな、俺の。初めてじゃないけど、多分もう何年行ってない、キャバクラ。昔行った。昔キャバクラ、あれか、それがまあ、その、何がキャバクラかよくわかんない。なんかね、すごいよくわかんないのは、キャバクラってのはどこまでがキャバクラなのかがすごくわからないんですよ。ね、あのね、こう、普通に、お酒を飲むところで横に女の人が一人こう座って飲んでお酌してくれたりするもの。ね。これは何？横にいる女の人が別に普通の格好で、普通の格好で、その丸メガネとかつけ髭とかもなしで、なしで、つけ、ありなやつがなんていうのかもわかんないけど、丸メガネとつけ髭も黒マントも、一本歯の高げたも、ね、それからあの、天狗のうちわのレプリカも、なんもなしで横に普通の、女の人がこうやってお酌してくれるところは、クラブ？スナック？スナック？スナックは違うんや。スナックも言うよ、でも。バー！で、それで、こういう女の人が、こうミニスカートに、ミニスカートで、ちょっと胸の谷間とかが見えたりしつつ、量的にすげえいっぱいいる。要するにワンテーブルに一人じゃなくて、これ量的に一人一人ずつマンツーマンでついてくれるやつがキャバクラ。で、この人たちが上がすっぱだかだとトップレスパブ。で、下着だとランジェリーパブ。でしょ？で、しかも、この人の、おぱいとかをもう好き勝手に揉んでいい感じ。ね、揉もうかなって思った時はもう揉めばいいじゃん。はもうキャバクラじゃないでしょ？そうだよね。その辺の区分けがすごいわからない。だから、これでっけえけど、まだふっこだな、みたいな。わかんねえけど。今、何を急に言い出したのかみんなにわかんねえだろうけども。いや、確かに硬いけど、このランクはふっこじゃねえの、なんつって、感じ。おやだ、これ、鈴木ですかね、ふっこだるみたいな感じのことで、その分け方がわかんない。だから今回そのいきなり連れてってもらったっていうか、たまたまね、知り合いと飲んでたら、キャバクラ、飲み行こうかみたいな話になって、え、ジェン君キャバクラとか行かないよねなんつう話になってきたから、行かないわけじゃないですよ、みたいな。そういうの決めてはいないですよ。なんかその時すげえチャンスに思えたから、どうせ俺自分一人でそういうとこ行く度胸とかないから、伊集院くんあれか、キャバクラとか行かないタイプの人間か。世界は大体2種類の人間に分かれるけど、行くタイプ行かないタイプで言うと行かないタイプかみたいな感じになってるから、おー、行かなくないっすよねみたいなことを言って、行くことになったわけですよ。で、その時になんか、その今から行くお店は、だキャバクラって言っても、あんまキャバクラって感じじゃないみたいな。よくわかんない。俺にしてみると、その段階では、すごいキャバクラに行きたかったんですよ。どうでもわかんないけど、ザッツキャバクラに行きたかったんです。だっていろんな、このレポートできるから、だけどザッキャバクラがどういうもんかもわからないじゃないですか。で、向こうは、あんまキャバクラって言っても、キャバクラって言ってあれキャバクラじゃないかな。ゆるいし、でも伊集院くんなら、それぐらいのとこがいいでしょ、みたいなことで、行ったんですよ。したら、なんか、多分俺それ言われてなかったらこれがキャバクラなんだろうなと思ったんだけど、普通になんかこうお姉さんたちがこう一人横に一個ずつ、スナックの、いわゆる普通の、昔で言うカラオケスナック。カラオケスナックのすぐ横にお姉さんがとかがいっぱいついてくれるみたいなところで、で、しかもね、これもよくわかんないんだけど、みんなに聞くとキャバクラってとこにカラオケはないと。キャバクラはキャバクラだからカラオケはないんだって言うんだけど、カラオケあるのよ、なんか。それも、いわゆるカラオケボックスみたいな感じじゃなくて、要するに、みんなで歌う。ちょっと、これ、曲これ入れてください、みたいな。無理やりその、カラオケがあって、で、後から行ってから、カラオケあったよって言うと、みんな、キャバクラカラオケないでしょみたいな感じになってるから、なんかちょっと逃げ切らないで、今、すごくいるんですけど、またこれがね、まあ、一応それキャバクラっていうことで話しますけど、みんな、何してんの？
あのね、お姉さん横に座るじゃん。お姉さん、で、二十歳ぐらい、みんな二十歳ぐらいの女の子がこうやって横に座るじゃん。で、三人いたから、その席に三人いるじゃんか。いて、あいつらは、こう、タバコに火つけようとして、はい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 、みたいな感じになるのね。なって、なるんだけど、そのため下センサーのついてる灰皿があれば行こうだよね。それは絶対ね。で、姉さんたちを、揉んだりはダメみたいな。揉んだりはダメなのね。その辺が俺のすっごい高校生じみたところなんだけれども、揉んでいいのかもってちょっと思ってたの。なんかで、揉むのはダメみたいなね。それはそれも絶対揉むのはダメらしいし。で、話とかをして楽しむとこらしいんだけど、なんかわかんないけど楽しくはないね。だってさ、わかんないけどさ、全然俺のしたい話とか食いつかないし、そもそもしたい話がないし、連中に対してわかんないけど、その、なんかね、黙ってると果てしなく黙ってんのね。黙ってると。んで、黙ってちゃ買えそうだなと思って、黙っててこの雰囲気悪いのはなんだなと思うから、ちょっと間口の広い話でもしようかなと思って、あ、みんな、お店にいないときは何やってんの？寝てるって言うんだよね。で、よくよく考えたら、俺は時給をもらってないから、なるべく行ったら楽しくやらなきゃいけないっていう脅迫概念にこう包まれてるけど、連中時給だからいればいい。から、話さなき分には話さないでもいいわけでしょ？でも話さないでいるのも何でもいいかわかん、何していいかわかんないし。で、そうするとこっちがもうなんかこう、こっちが逆にそのね、自由に楽しむんじゃなくて、キャバクラってこんな話するんじゃないのかなみたいなことに囚われて、少ない引き出しの中から、受けそうな話みたいな、ここで盛り上がりそうな話を出してくるわけ。で、その時言ったのが、人間ってのは二タイプに分かるらしいんだけど、よく、こう、道とか歩いてて、後ろに笑い声が聞こえたりするじゃん。クス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 、電車の中とか。あの時に、どんな面白いことが起こってんのかなと思って、すぐに振り向く人と、あ、もしかしたらクリーニングのタグとかがつけっぱなしなのかもしれない。背中に何かついてんのかもしれないと思って、自分が笑われてると思って、逆に今振り向いたら笑いが大きくなるから振り向けないって思う。二タイプに分かれるらしいけど、君はどっち？なんつって。嘘だよ、そんなの。一種類のわけねえじゃん、人が。そんなの。私は振り向けないかなぁ、なんつって。俺もどっちかってそうなんだよね。そうは見えないと思うけど、なんつって。ねえ、テレビとか出てるのにそうなんですか？そうだよ。だからちょっと路地とか入るときに、横に大きいガラスのショーウィンドウみたいのに映ってる自分を横目で見たりとかね。面白くねえんだ、ほんとに。これがどうでもいいんだべ、これ、これ。さ、どうしたいの？はっきり言いますよ。はっきり言いますよ。もちろん女の人でも意外に面白い人は当然います。います。で、これはすごく分けてる。女の人とかは面白い人もいますけども、確率としてあと僕の方のテンションがどこに置いていいかわからないからうまくいかないことが多いんで、僕、面白い話がしたいっていうメインだと、若ハゲとかと話してる方が面白いわけですよ。ね。田代32と話してる方が面白いわけですよ。田代32クラブの方がいいわけですよ。そういう意味じゃ。いっぱい田代32がミニスカートでいる方がいいわけですよ。いっぱい田代32が俺がこう、タバコに火をつけてくれたりとかした方が全然面白いし転がりますから。で、女の人の方がいいっていうことは、なんかこう、エロ妄想みたいなことで絶対いいじゃないですか。でも、そこはその先に行く可能性はゼロっていうことだけ分かってるわけですよね。そんだったら田代の方が全然田代クラブの方に行きたいんですよね。でしかもさ、絶対ああいうことはエロには繋がらないわけでしょ、最終的に。でまた話してるとこっちとは一応喋る商売だから、こいつ必要以上にこうエロの話は振ってくるけれども、話盛り上がったら終わりみたいところをなんかこう、わ心得て喋ってんなみたいなことすっごい分かるんですよ、それ。でそこなんですよね。で、逆にその人たちに関して僕何の興味も持ってないですか。ね。僕のこと好きになってくれないですよ。ね。僕のこと好きになってくれて、重婚も辞さない感じになってくるのはいいんですけど、それないじゃないですか。そう考えてみると、キャバクラっていうのはモテるやつのとこでしょ、あれ。で、もっと言えばランジェリーパブとかも全然モテるやつのためのとこでしょ。多分。だってさ、エロヒデリのやつにむしろミニスカートでいるなよっていう感じでこっちにしてみれば。モテモテなやつはそういうのちょっと、あ、ちょっとそういう感じだったな、楽しめるけれども、俺になんかにしてみると、エロとか、ちょいエロスみたいな迷惑なのね、なんかね。ちょっと笑いの入ってる AV とか嫌なの。なんかわかんないけれども、なんかテレビとかでちょっとおっぱいが出るのとかすっごい嫌なの、なんかもう不愉快なの、なんか、おっぱいだったら思いっきり出てくると思うの。
あの、週刊ポストとかにヌード写真がついてるの嫌なの。だったら全然俺はもうめちゃめちゃエロのやつ買うから、もう、中途半端なエロに入ってきても平気でいられるのは、エロに対してすっごい余裕がある人のためのものじゃないですか。ミニスカで胸がちょっと見えるぐらいのお姉さんが来てるっていうことに対して、平常心で話ができるってことは、ものすごくモテたいとかそういうことに関してはオフってないとダメじゃないですか。モテたい、エロ、関係、女なんてものはぐらいになってないといけないわけじゃないですか。こっちはなんかね、すっごいもどかしい感じ。あの、バックルに貼った和紙が破けてたら死刑って言われたのは、帰りに裏ビデオを拾う感じね。そんなケースはないけど、そんなケースは一切ないけど、その感じに俺はなってるんだよね。で、なんか中にはさ、なんか、私、伊集院さんみたいな人タイプなんです、みたいなこと言うんだよ。言うじゃんか。んで、それに対して、そんなこと調子いいこと言って合わせてるだけでしょ？はい。はいじゃねえべ。はいって言っちゃったよ、こいつ。こいつ、はいって言っちゃってんだよ。で、他にもなんかさ、なんかこう、周りのこう、一緒に行ったさ、その人、ね、テレビやってる人とかにさ、なんか彼氏になっちゃうかなとか言うわけさ。で、それに対して、なんか、そうかなーなんてやったわけ、キャバクラ慣れしてから、こう、なんか俺、かみさんいるけど、付き合っちゃうみたいなこと言いながら、でも、奥さんいたってこういうのは関係ないですからなんて盛り上がってるでしょ、ちょっとさ。で、いうことは、でも本当は彼氏いるんだろって言ったら、はい、はいってこいつ言うんだよ、はいって。かといって、はいって言わなきゃ言わないで俺は何を求めてるのか。だってずーっと俺は一人だけ横で蛇みたいな目して、うわぁ、うまいこと言うな、こいつらって思っちゃってるわけだよ。うまいこと。それダメだよね、こっち。あれは、もうボルテージ上げてかなりそのもう全然そういう、この人たちに嫌われてもいいと思わなきゃならないし、なんか嫌なんだろうな、みたいなんじゃんか。だから結構だからキャバクラで、俺にたちにしてみれば変だなと思うのは、それ一緒に行った生き慣れてる人とかが言う、本当にどうでもいい、親父ギャグとか、女に対する罵声とかがあるじゃんか。そうすると、こういう親父ギャグとか言うと、実際腹の中じゃすげえ嫌われてんだろうなと思う俺は、逆に言うと迷惑だよね。わかんないけど、それに関しては、全然もうよくあることとして、その営業ペースでいけてるわけじゃないですか。ちょっとみんなさ、キャバクラの行き方覚えようや。うちのスタッフとかキャバクラとか全然行かないしさ。ただキャバクラはもう俺の中で迷宮入りしちゃったから、来週もう決めました。伊集院光たち新しい分野を開拓するために、そういう大人の行くところにみんな行きましょう。で、一応次のターゲットが決まりました。フィリピンパブに行きます。僕らの中で謎の世界ですから、あんの？未だに。フィリピンパブに行って、なんか、その、楽しさっていうのを、俺たちなんかちょっと記号としておっさんの行くところみたいなことで分けてきましたけど、俺らもうおっさんなんだよ。俺36だし、俺が36でバイトが33とか4とかですよ。ディレクターが30で構成も30だろ、もう。な。したらおっさんなんだから、ああいうのをガッハッハで楽しめるようにならないとダメ。なんかその、食わず嫌いでいるとダメですよね。リスナーの方は、でももはや高年齢のリスナー、高年齢っていうか、俺らが35でそういうことに関して童貞意識が強すぎるだけで、逆に言えば、ウハウハでキャバクラ楽しめてる人とか、ウハウハで風俗行ってる人とかいるじゃんか。俺ね、風俗に行ってみたい気は当然ありますよ。だってさ、主因を突き詰めていけば風俗になるわけじゃないですか。ね？その、おかずの値段みたいなものがどんどん上がっていくわけだから。でも今、主因を DVD 見て、例えばその何、一仕事終わった後に、もう僕、その中学生みたいにすぐ DVD 消したいんですよ。むしろ DVD を捨てたいんですよ。もうわかんないけど、その、すべて終わった後に捨てたいっていう考え方で言うと、相手が人だってことになってくると、それ無理でしょ？実際、なんか、もう来たこととかも後悔すると思うんですよ、猛烈に。だって、現にその DVD を、すごい新しい DVD がどうしても夜中欲しくなって、2時ぐらいに猛烈で現地は飛ばして、近くにある DVD、エロ DVD いっぱい行ってる店行って、むしろこう、これを一つ隠してたりするとダウンタウンデラックスとかにこう出されるかもしんねえとか思ってから、どうも伊集院でーすってエロ DVD 買ったりしてるわけですよ。で、努力してね、すごい一生懸命努力して買って家帰って見た後に、あ、俺死ねばいいのになって思うんですよ。すごく俺が死ねば全部丸子収まんじゃねえのって、俺が死ねばなんかアルカイダとかももう解散じゃんって思ったりするんだよね。だからその感覚で言うとおそらく立ち直れないと思うんだよね、うん。